で経済の勉強をされて日程っていうのは第一志望で入ったんですかえー、っとそうですねあの明確に第一志望とかそんなに固めてはいなかったですけどあのかなり上の方というか、はい、多分まあ第一志望だったんですかね。泣いてててももらっっった瞬間にににここにしようってなマスコミを中心に マスコミですね他の新聞とかも受け,他の新聞も受けたりけまあまあ金融もちょこちょこっと受けたり広告とかも受けたりしてましたけどもまあでも日経新聞がまあもともと。 大学の時も株やってたこともあったりしたので経済のドラマを見たいなっていうのがあったので、はいうん、当時からまああの他かの新聞とかでも筆記試験で落ちたりしたところとかもありますけど <laughs> あの仮に全部どこでも全部報道機関を買ってても、はい、多分日経を選んでたと思います。 日経か NHK ってたと思いますね NHK も受けてて、日経でもらってもやめたんだったのかな、ちょっと正確なこと忘れちゃいましたけど、受けてたと思います、受けてました、受けてました、はい。じゃあ、途中でやめちゃったんでしょそうですね、NHK はやっぱりでもなんかこう、憧れじゃないですけど、やっぱり報道機関としてすごく一番厚みもあるし、クオリティの高いところだなとは思ってました済部 いいどうなんですかまあまあ言ったらそ,うそれは希望してたかもしれないですけどね。はいまあ、でも日経新聞ってあの本当にいい会社ですよって言,なんか言わされてる感があるかもしれないですけど。はい、あの若い時1年目の時から、うん あの任される仕事は大きいですし。記憶に行くんですか最初？いやあのー、日経はですね私の時も八割型東京なんですよね。あのー、朝日とかその NHK とかって最初四年とか五年、はい、地方にいきますよね。いわゆるさ札幌にですね,ね警察のあって事件取材するっていうのが多いんですけど。はいはいはい 日経はまあ、経済新聞っていうだけあって、うん、やっぱり取材対象が東京に集中してるんですよね。<ー>新人から八割ぐらいは東京で。で最初の配属はどこですか。最初はあのベンチャー市場部っていうところで、はい、そういう、うん、なんていうのかな。当時のジャスダックとかマザーズとか、うんうん、まわかりやすくとライブドアとかもです、ね。はい,はい、はい。その辺の新興企業を取材する部署にいましたね。うん、はい。だから、そう、東京なんですよ。日経は。 今はの新人の配属までは知らないですけど、うん、私の時8割ぐらいが東京で残りも大阪とか名古屋とか大きいところにしか行かないっていうちょっと珍しい新聞社なんですよね。いやそれだけ第一志望でね、はい、入った日経新聞を、はい、ではなぜ後藤さんは辞めたのかというのがですね、うんはい、本当の理由をここに書いてもらうことになってますんで。 だってあれだけ入りたくて入ってやりがいもあって楽しくて、うんはい、で日銀キャップにまでいまわば上り詰めて将来も職望されている状況の中でなんで辞めるのかなってだって普通に言ったらそのままねえ経済部長とか編集局長とか役員になって社長みたいなことだってなくはないラインに乗ってますよね正直言ってね。いやいやいっってない乗ってなな まあちょっと難しいなちょっと一つ書いてみますね。少しね私も後藤さんに追い詰められまくってたから少しちょっとこうツッコミ側にならないとですね。<laughs> うん、よしじゃあこれでいきましょうこれで決めました。はい <laughs> しょぼいですかそれ <laughs> 本当です本当です本当の一部というかはい,い,いかじゃあ2あげて、はい、見せてい,ただいて、はい、ちょっと笑われるかもしれないですけど、えっと、YouTube に出てみたな <laughs> <laughs> それに一、はい、系やめた理由ですか、はいはい、それえっとまああ,の、まあ、ある意味本質的なことですねあ,ある意味スクープだし、はいえー、そうですはい <laughs> あのー、<laughs> どういうことなんでしょうか <laughs> どういういことかというと、まあ別にあの本当にもう、YouTube にただただものすごく出たくてたた、ユーチューとはなりたかったわけじゃない。じゃないんですけど,ど、どういうことかというと、ツイッターはもう、日経にいたときにやってたんですよ、うん、今もその現役記者で37万人フォロワーでしたかね,でしたかねはいそれぐらいやめたときにいて。うん、であのー ツイッターはまあ今でもあの現役の記者でやってる人いるので、まあ、要するに働きながらできるわけですね。うん、で、まあ、あの編集権も自分にあるので、まあ、楽しいわけですけどこっからじゃあ YouTube もできるかとか、うん、今やってるノートもできるかとかましてや他局のテレビに出るとか、うん、無理じゃないですか。はははいはい、はい なだかとやっぱり新聞社にいた時っていうのは、うん、まあ新聞を書いたり、うん、まあ電子版の記事を書いたりするわけで、はい、その中でのいろんなまあルールとかうん、うん、え評価軸とかあるわけですけどやっぱりどこまでいってもその日経新聞というこの大きな壁の中での、うん、え仕事だったわけですよ。それの風穴を開けたのがツイッターだったわけなんですね。うんうん、その ツイッターで直接読者とつながってやり取りをする中で,、はいではい、ずっとその日経新聞という党の中で頑張って仕事をしてたんですけど、はいうん、窓が開いてツイッターの庭だけはちょこちょこっと行けるようになったんですよなるほどそしたら楽しくてですねいやこの中の仕事を別に悪く言ってるわけですはい、はい、これはこれで面白いしやりがいあるんですけどうん、うん、違う世界が、まあ、18年間日経の記者やってたので、はい、1 7 8年目の時に外行ってみると こんなに違う世界まあこれ YouTube はちょっと象徴的に書いてあるんですけどー、はいはい、じゃあ YouTube もやれるかっていうと、うん、やっぱり、うん、別にあの禁じられてるわけでもないですし、うん、いや言ったらできた可能性0.01%ぐらいあるかもしれないですけど、うん、まあまあ無理でしょうとツイッターですらもうなんか、あのー、やりすぎだって言われるかねないようなあれなので、うんうん、ちゃんと本業の。 日銀の取材やれって日銀の取材はもちろんちゃんとやってたんですけど <laughs> あのち,ゃちゃんと仕事してましたよ <laughs> あの他社に負けない仕事をちゃんとしてましたけど他のものでももうちょっと手を出すことが多分無理なわけですよね、はい、で他にも多分いろんなもの、うん、TikTok とか今やってないですけど、うん、TikTok とかも含めていろんなものが出てくる中で、うん、この党の中でずっと地道に、えー、同じような作業をしてていいのだろうかと。そ<ー>、うん、そもそもこう メディアっていうのはこう衰退産業とかって言われたりするじゃないですか。伝統的なメディア産業はであればちょっとやっぱ飛び出したいなと。やっぱツイッターがやっぱりそのえその最初のブレイクスルーというか別にそのツイッター始めた時によしフォロワー稼いで独立してやるぞとかっていうそういう野心を持ってたわけじゃないんですけどツイッターで見えてしまった世界があってそしたらもうちょっと不可逆でしたよね。なるほど。だからもうやめたのは。 えー、2022年の3月でその,の12か月ぐらい前まではその,その瞬間で辞めるとはまだ決めてなかったんですけれどもいずれにしても、まあ、数年のうちには、えー、辞めるだろうなと思ってたので何かその、えー、もちろん会社の中で面倒くさいこともゼロではないですけど何かこう事故があったとか誰かと大喧嘩して飛び出したとかそういうのはないですね。ね結果的になんででああののタイミングだったったていうのはあるんですか あのタイミングはまあでもいろいろですね仕事がものすごく忙しかったりとかで、うん、まあ人手もどんどん減ってきたりしてて。日銀総裁人事とかいろいろありますよね。翌年にはまあ人事もあるので、うん、まあ大変そうだなまあそれだけじゃないですけどね。うん、あのであの頃ってそのロシアウクライナ戦争が始まった当初で、うん、やっぱり結構仕事的にも超大変でしたし、はい、で同時に。 まあ想像に難くないいいいいと思いますけどいろいろ管理業務も多わ取材してキャップになると取材して記事書いてるだけじゃなくて、うん、いろんな社内連絡とか調整もあるのではい、はい、うんで,でなるとさっき言ってた YouTube とか含めた隣の芝生は多いじゃないですけど、うん、もっと新しいことやってみたいなっていうもうこの欲望というかチャレンジ精神がもう止められなくなったって感じですね。 今年に入って日系の長谷部社長とちらっとお会いする機会があった時に、はいいや「後藤さんには大変お世話になってるんですよ」と「うん、それにしても日系さんにとっては後藤さんを失ったのは痛いですよね」って言ったんですねいえいえ私は <laughs>、はい。そんなそんな恐ろしい発言や 彼にはまあそれはそうだけど彼にはちょっと日系のという枠が小さすぎた、はい、狭すぎたんじゃないかみたいな <laughs> そんなことを言社長本当に言ったんですよ社長言ったから <laughs> そこで私も生意気なことに、はいはい、いやいやとそういう人が大暴れできるような会社にするべき枠を広げてそういう会社にするべきなんじゃないですかって言ったらちょっと嫌な顔をして行っちゃいましたけど <laughs> まあパーティーだったので。う <laughs> ん <laughs> <laughs> まあそうですよねいやでもそういう何て言うんですかね、えー、場合によっては辞めちゃってもいいけれどもガンガン活躍しろみたいな社風にしていかないと、うん、これ別に日系のことを言ってるわけじゃなくてこれからの日本企業特に旧怠然としてた大企業って、はい、そういうことをやっていかないと、うん、本当どんどん辞めちゃいますよね。うん、そううででですよよね、うん、外でも活躍できるような こう人材をこう作っていくみたいなスタンスは求められてくると思いますけど、ねうん、もう中だけで囲かっこいいむも辞、うん、めるなんてけしからんとかっていうことは、うん、多分それをやってると会社自体が衰退するとでもまあかなり安定した収入を得ていたわけだからやめてそれを失うことへの、まあ、恐怖というか、はい、不安みたいなことはなかったんですかに日経新聞でご家族もね 日経新聞って、まあ、大体あの有価証券報告書とかにも載ってたと思うので大体想像つくと思うんですけど、うん、まあ平均年収1,000万円台前半とかですかねはい、はい、だからまあいい収入もいただいてたわけですけれどもだからまあそれはある意味既得権じゃないですかその年収っていう意味ではだから不安はゼロではないですけど、うん、まあでもそんなに、うん、奥さん反対しなかったですか あ全然全然また<え>むしろ後押しするぐらいの感じで今の,その話したようないろいろ試したいとか、はい、あとまあやっぱ社内の細かいところで面倒くさいこともあったので、うん、そ何か一個決定的なことがあったわけじゃないです,ないですよ細かいところでまあなんか面倒くさいなっていうのもあったので、うん、あもう絶対やめたたがいいいよみたいな感じでしたね、まあ、妻が一応働いてるのでこれがあの専業主婦だった場合だとこの決断は私自身もできたかどうかわかんないですけどね。うんうん いやこの番組の、ね、前回ゲストが鈴木治さんだったんけど、はい、<laughs> 彼が放送作家を辞めるっていうのを、はいえー、奥さんの森三中の大島さんに話して「はい、どうでした?」って言ったら「はい、むしろ遅い」って言われたっていう<ー>でしかももう見てて辛そうだったから、はいえー、これからはもう本当に自分の好きなことをやってほしいって奥さんに言われたっていう。 今のお話話も通じる超まましいいだなと思いますけどねでもあれなんですよその確かにその辞めることによって、えーまあ、ある程度安定した、はい、そこそこの収入がなくなっちゃうわけですけどもうんっずっと同じ会社に残ってるとうんまあ60歳65歳ぐらいまではそれなりに安定してるかもしれないですけども,うもうその日系の文化、はい、日系のルール内で えー、使えるスキルとかツール、うん、だけになってしまってうん、うん、で60歳になった時に、えー「じゃあお疲れ様でした」って言われた時にその道具で他のところで雇ってもらえるのかとか、うん、あるいは一人でこう活躍できるのかっていうとあ<ー>まあ相当難しいだろうなと今のうちにちょっとその外でも活躍できるとか、うん、日系の中とかではなかった別のこう人脈も広げていかなきゃいけないって思いました。うん ねそれこそ日経に残ってたらこうやって新谷さんとお話しするっていうこともできなかったまあリスクでしょうね会うだけで会ってたというだけでなんか人事評価にさらっと影響が出るていめっちゃえびつるかも私が今まで付き合ってきた日経の方はかなり濃いい特殊なというか変わり者が多かった変わり者だったら申し訳ないですけどユニークな方々が多かったのでそうですね まあだからやめ,やめるリスクとやめないリスクってことですね、うん、やめないリスクの方が私は大きいと思ったってことでさ、ね、ですねまあ、実際でも日経さんはまあ他にも、ね、他だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がすべての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると <noise>